東島最高峰の大高森から松島案内の眺望。松島四体館の一つで、総館と呼ばれる松ヶ島橋から東向きに取った夕暮れ時の千家保水道。佐賀経遊覧船の三橋付近はサスであるため、平坦だが、写真奥の佐賀系は、急峻な地形を見せる。佐賀系の高島。通称、メガネ島。 佐賀県のカエル島グルト島は、宮城県東松島市にある陸系島で、仙台湾の市湾である松島湾と石巻湾とを分ける位置にある。島としては、松島湾で最大の面積を持つ。人口は、約1200人。日本三景、松島の観光地区の一つ、奥松島の主要部である。 島の最高峰である、大高森からの眺望は、総館と呼ばれ、松島四大館の一つである。また、島の東南の佐賀系は、名位は、祈願型スーツらなり、日本三大系の一つに数えられる。現在の東島は、ノビル海岸の南端にあり、同海岸を陸警察とする陸系島になっている。かつて同海岸とは、 千家保水道をまたぐ松ヶ島橋によって結ばれ、宮城県道27号区、松島松島公園線が通っていたが、2011年に松ヶ島橋は津波で流出している。東東の西側にある浦戸諸島のサブサワ島とは、わずか80メートルの幅のワニが淵水道を挟んで向かい合っているが、浦戸諸島は旧宮城軍域となっている。気候は温暖で、 椿などの団地性の植物と寒地性の植物が共存する珍しい場所でもある。島はほとんど産地で、平地は少なく、海岸線が入り組んでいる。江戸時代までは、成瀬川川口付近により南側にある沖の、明神岩、不老山、詐欺の水は、岩石山、東島などはすべて島であり、日本産系。 松島の松島海岸地区のような多頭海の風景だった。しかし、東海域の北東にある石巻湾の海岸付近では、波の影響で旧北上川等から供給される砂が東から西に海岸沿いを移動する傾向があり、さらに、なる川の流出土砂も加わって、特に、なる川川口から東島までの間に砂が堆積した。これにより、不老産、 サギの水は、岩山などは、陸風され、それらより海側には、伸びる海岸という広大な差しの砂浜が形成された。東島も、明治時代までは、千家保と呼ばれる海域により、対岸と分かれていた。土砂の堆積が進んで徐々に、伸びる海岸が、東島へ伸びると、東島と同海岸との間に、千家保水道を開作する。 要第12回国会衆議院運輸委員会に請願書を提出し、1951年11月27日に審議された。1963年から1965年度の3カ年をかけ、千家保水道の改作や同水道を渡る松ヶ島橋の佳橋などを事業費約1億6000万円をかけて行い、陸警察の伸びる海岸と分離された。 また、日本松花と呼ばれる、細長い岬が、千家保水道の改作により宮戸島から切り離された。詳細は、大高森を山照島の最高峰は大高森と呼ばれ、この山頂からは、仙台湾及びその内湾である、松島湾と石巻湾、押鹿半島、蔵王連峰、栗駒山を望むことができ、松島四体幹の一つに数えられる。 島の東南端にある茅野尾崎に向かう岬は、佐賀系と呼ばれている、女性的な松島湾の景観と対照的に、男性的で荒々しい自然の造形美が見られる。岩手県の芸美系、大分県のヤバ系と並ぶ、日本三大系の一つである、UFO 百選にも選ばれている。最終表記には、松島湾はすべて陸地であり当たり島も地続きだったが、 現在から8,900年前には、縄文改新により、大仏山川の松島丘陵との間に、海が侵入して、松島湾が形成され始めた。さらに8,700年前には、東島と浦戸諸島などが一つの島として、松島湾内に浮かぶ形となった。当初、丸山は、東島と浦戸諸島などが一体となった島の一部で、あったが、6,800年前には分離して、 大仏山川と陸続きなった。東島には縄文時代から人が住んだ痕跡が残る。里浜貝塚は日本全国で見ても大きな貝塚で1918年に縄文時代の人骨が14体発見され、当時黎明期にあった日本の個人骨研究を活気づけた。この時、またその後の調査でさらに多くの人骨を含む、 おびただしい遺物が発掘され、特に出土した縄文後期土器に基づく、宮戸島変年はその後も縄文土器変年の指標の一つとなっている。東北歴史資料館の発掘調査を経て、1995年に国の史跡に指定された。第二次世界大戦中には、新洋の基地が建設され、現在でも格納号が残っている。宮城県道27号奥。 松島松島公園線によって本州との陸上交通が確立されている。宮城県道27号は宮戸島内では月浜地区を経由して室浜地区に至っている。現在、島には公共交通機関はなく、陸路では JR 仙石線、伸びる駅からのタクシー、回路では松島港から観光船、あるいはプレジャーボートでアプローチする形になる。 かつては、仙北鉄道がバスを運行していたが、その後宮城交通となり、1997年9月末日をもって廃止された。松ヶ島橋の北詰めの仙形保水道沿いに、佐賀京遊乱線の案内所、三橋、客用の無料駐車場がある。ありがとうございます。